一週間でしたね。いい一週間。1> 1週間まだ火曜日ですけど。まだ火曜日。まあその、一週間って言えば、あの、前の録音からの一週間って今。ああ、そういうことね。うん、あれから一週間。<laughs> あれからね。いい一週間だったと。そう,そう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 。まあ、<う>あの、まあ明日も祝日だし、まあいいことうん、うん、あだらけで、 いいですよね。二つ二つじゃん。えなんでなんで。二つじゃん。ゃん <laughs> いいことだらけって<や>二つい。いやだらやいやいやその一週間がもうもういいことあのー、あのー、なんだっけあ今言いたいことはあったあったあ,あったけど忘れたえー、ずらずらけだっけ覚えてずらけ。ずらけじゃんや。<laughs> だらけ。 だらけだらけみたいな図,図で始まる。うん、図で始まる。まる<図>何このクイズズラつき、ズラつき、ズラつきだっけズラツキ。わかんない。まあまあ、一応、いい,い,いことがあったのね。何があったんですかまあ、一つ目は、うん、あの、ようやくその 1, 1ヶ月でやっていた翻訳のコンクールが終わりました。 2>, あ2回目だっんですね。そう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 。あの,あの短めの短めの翻訳ですよね。そうそうそうだからそ,そこまでなんか前回のように毎日頑張っててあのもうそればっかやったわけではないけどうん、うん、結構バランスをよく取ったような翻訳だったから翻訳の仕方っていうか翻訳の。 流れだったから、まあ、それは僕的に嬉しかったかなと思うんですけど、うんえー、そうですね。それ結構うまくいったかなと思うから、多分12月の、12月末か、うん、その、ファイナリストに入ってるかどうかが発表されるので、まあ、それまでに。えあそれでまた別の翻訳をしないといけないんですかあ、いや、多分そのファイナリストの中で、また あのー、なんか審査するみたいな、その同じ、その,その中で誰が一番うう、ね、みたいなことだけだと、別のなんか審査みたいな。<laughs> うん、まあそういうことね。そうそうそう。なんか二次、最終審査みたいなね。そうそう,そうそうそう。一回その審査があって、うん、次の審査があるみたいな、そういう話ね。そう、だから多分その一つ目がただ絞り込んで、<ー>じゃあファイナリストみたいな感じだと思う。うんうん、そういうことね。うん、それが12月末。そう。 だから<ー>まあカナダにいる期間時に発表されるから、うん、まあそれで家族といわれるかもしれないけど結果はいつなの<ら>それでファイナリストの後のその結果面白いのがその多分1月末かなと、まあ、1か月後だけどそれが1回目の翻訳と同じ ですよ、その発表がだからうん、うん、まあだからファイナリストにああその初めてやった翻訳の発表ねそうそうそうだからファイナリストに行ったら同時に知れるかもしれないけどで、ね、ああ<ー>そういうことねその1月一、うん、月末に発表が2つあるとそう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 だからまあそのその時はまあいろいろまあ幸せか涙かそれ それを今待機中ですね。待つしかないです、ね。まあ、うん。まあ、どちらにしてもあのいい経験にはなったんじゃないですかまあそうですね。まあ、全然、いろいろ勉強にはもうなったから、その勝ったかどうかっていうのがもうプラスだけっていう感じなんで。そうね。ですねまあ まあ初めてだったしね <laughs>。翻訳するの、うん。なんか記載はしてないけど、まあ、うん、一応楽しみっていう感じですね。そうね。で、それでまたやるんですか、うん、翻訳し機会が,があればね、多分やりたいかなと思うけど、まだ。今のところ、そのなに、えー、っと、次の、そういう翻訳の 何そう,いうショーみたいなのはないっていうことですか今そうですね特にないですねまあまだまあもしかしてなんか前回と前々回のように急に何かツイッターで何か出てきてじゃあこれやろうみたいな感じになったらまあやろうかなと思うんですけどえー、まあ今で今はまあ普通にその体に変える 手続きとかで、いろいろ、あの、忙しいので、まあ、そこまで探してるっていうわけではないです。何,何してるんですかいや、まだ、ま、いろいろ、その、何が必要なのか、いろいろ、最近、もうちょうど昨日か、その、いろいろ、あの、ルールが変わったみたいなニュース出たんじゃないですか。見たかどうかわか,か,からないですけど、その、何が日本の、カナダの日本の、 あの<う>ルールが手続きが変わるみたいな発表まだ,どうだった多分その、えー、日本人ではないあの在留稼働を持ってる人に対するルールがこれから発表する感じだと思うんですけどその日本人に対するそのビジネスにおけるええーまあ、こととか 他になんだろうね、他の中もっと形式的な、あの形式的、や正式的なあの、そういうことに対してもっとあの、まあ、緩和されたと思うんですけど、そのルールが。で、多分同じように、<ー>もしかして僕の場合にもあのなるかもしれないので、まあ、それをまあー何日本で仕事をしている人を に対すするるルールーがちょっっとと変わるってことですかまあ多分仕事ではなくまあではなくてもまあ普通にそのビザが持ってる永住者ではない人<ー>、うんそうそうそう、うん、そういうことねそうそうそうだからそれによっていろいろ変わるかもしれないし、まあ、それをいろいろしゃべっていいことですかそれは多分いいことだけだと思うんですよああそれは良かったですね、うんうん、そうですね まあ、それはそれもあったりして、うん、ハロウィンもありましたねそうね何かしたんですか何にも,何にもえ、普段カナダカナダ人するんですか何かあするんですよそれですよもちろんそうなのもちろんもちろんしないんですかいやよく <laughs> なんかハロウィン とかって、うん、あのアメリカのイベントのイメージが強いじゃないですか。あ、そう。うん。だからそれ聞いたんですよ。<ー>ちょうどなんかあのまあ日曜日でね、十一月十月三十一日がそのハロウィンだから、あの聞いたんですよ。他の人に、うん、あのイギリスに住んでる人とか、もうそのマレーシアとかそのインドネシアに住んでる人にも一応聞いたんですけど、それはしないじゃないですか。えー、普通に考えて。<laughs> あのよよそれでよしまった。 あのー、まあオーストラリアとかイギリスとかに住んでる人に、うん、もうまあ聞くじゃないですかあのハロウィン何かするんですかみたいなのを聞くじゃないですかそ、うん、したら、うん、あのー、いやしないですよみたいなあれはアメリカ人だけですよみたいなすかすっごい冷めてるんですよ<ー>みんな,なんかなんあのコスチュームコスチュームとかってないんですかいやないですよみたいな<う>普通ですみたいな何もないですみたいないや別にお菓子も食べないです、うん、な何もしないですみたいな<ー>しないよみたいな,なんかあれアメリカ人が好きなイベントでしょみたいな はあ、全然、まあ、体一応、カナダもそう <laughs> やってるから、いろいろ、いろいろ。日本もでもやってるんじゃないですか、いろいろ。一部ね、一部ね、その一部の若もだからそんな別に文化的なものではないよね。どっ,ちかっていうとすごい商業的なものだから、うんうん、お菓子い、おかしい、まあ、おかしって言ってもなんか特別な味とかじゃん。 スターバックスとか、そのアジンスパイスとかっていう、そうそうそう、それはまあ世界中どこにでもあるみたいなんですけど、そのマレーシアとかにもあるみたいなんですけど、そ,うねうん、それぐらいですね、まあだから一部その,の人たちがその東京とかで何かしたりっていうのはあるみたいですけど。<laughs> そうですね うん、まあ今年も多少あったみたいですけどまあそれぐらいじゃないですかね、うん、そんな別にだからディズニーランドとかに行かなければなんもないと思いますよ、うん、そのなんか <laughs> 何か何あの仮装して仕事に来るとかはないですね <laughs> うんへなんかカナダって結構あるじゃないですかその日ありますありますねそれが平日とかだったりすると <laughs> そう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 ,そう結構、うん、まあその平日ではなくてもね あのそ,のその前の一番近い日金曜日とかはするのであのそうですねき日本で何もなかったですね今の仕事で誰も仮装はしなかったですねあの電,車あ電車乗らないかそうそう最近電車じゃ見なかったんですかそのコスチュームの人人も一人も,一人もああ、うんまあ そうですね、全然いなくてあの、まあ、一応なんかドンキとかを取りすぎた時にいろいろ何だろう多分ハロウィンの仮装とか買ってる人多いなと思ったんですけど多分そ,れそこで集まってたかもしれないけど、えー、あまあ本当だから一部の人だけだからねハロウィンって別にそんななんかしん、まあ、多少は浸透してるけどなんか <laughs> 何そのクリスマスとかさ日本のクリスマスとかそれは浸透したとかみたいになんかちょっとなんか違う形で浸透してるかもしれない,、はいはいはい、なるほどねうん<も>そのなんかもともとの意味が多分理解できてないような気がするね <laughs> いやでも日本でのそのハロウィン一部の 人が弱ってるハロウィンって結構似てるんじゃないですか。うん、その若者が。文化的なさ、あの子供がなんかいろんな家を回ってお菓子をもらうみたいなのであるそこは浸透してない。それはしないけど、そそのパーティーの方は浸透してると思うんですけどね。うん、それうほぼう若者だけね。そうそうそう。東京とかの若者だけじゃないかな、でもそれ。まあなんか大都市もやる。大都,大都市だけですね。そうですね。 でもなんか若者っていうのも結構な若者のたちですねそのすごいコスチュームとかにまあ時間をかけてまあだからもともとコスプレみたいな文化があるじゃないですかそうですねそうです確かにそれ多分それそのおかげであの結構簡単に広まったかもしれないですねそうなんかそれの、うん、なんか別のそういうイベントなんか <laughs> もう一日できる日をコスプレできる日みたいなそういうイメージなのかなとは思いますけどねうーんなるほどねまあ多分、うん、あのえじゃあ日本日本日本でそのハロウィンってコスプレできる日っていうことですかねでなんか海外でなんかそういうコスプレできる日っていうんじゃなくてあの たまたまコスプレしながら飲める日 <laughs> っていう、うん。<laughs> なんですよそうね、だからそう思ってる人もまあ一部いるでしょうけど、うん、そうじゃない人もいますからね、そのコスシーを見せたいっていう人もいるだろうし、うんうん、あまあ似たような感じだと思いますけどね、その手の込んだ衣装を着る人とかって、なんか自分の衣装を見せたいっていうのもあるだろうし、多分ね。うん、そうですね、そうですね。うん まあ今年は本当はなんかオンラインでやりたかったみたいな話だったんですけど、まあ多少多少結構な人が集まったらしいですね、渋谷とかは。そうですね、そうですね。でもなんか見た限り、そのオンラインとかで見た限り、あんまりいなかまあその前回、去年よりも、まあ去年は多分いなかった,かったと思うんですけど、去年は去年やってないと思う、確か。とうおととしは多分。 あのとく比べたらもう断然に変わった気がしますね。うん、そう。だから行きたくないんですよ、時は。だから行きたくないんですよ。<laughs> だから、その渋谷のハロウィンのイベントだから。いや、もうあの渋谷のさ、スクランブル交差点とかの人の多さですよ。いや、すごいですよ。すすよあれですよ、れあれ,れ,れ、ね、あれあれそれ見て、もう、やっぱ、東京だなって。 普段、ね、ほ道何本あんねんって思っちゃうんですよね <laughs> 私は、うん。まあすごい数ですよね、まあうん、まあまあ1回ぐらいは見えるのがいいと思うんですけどその特になんか今でもあのまあ数回は渋谷に行ったんですけどあの、うん、毎回なんか今のなんかコロナなのに。 こんなに人集まるのがいいなの <laughs> な。なんかやばいよね。なんか本当にとんでもない数の人間がいるのね。すごいよ。そう、まあ一曲集中。だからね、まあ東京は特にだって東京だけで、東京だけでカナダより人口多いのおっ、完全に。10倍ぐらい。ねうん、だよね。うん、だからカナダってだから世界で3位とかじゃんねえ。 国土の広さそうだねロシア1位がロシアでシア、ね、2>, 2位がカナダとかでしょそうそうそう多分東京の人口ってカナダより多い, <laughs> 多いと思うよもうおかしいでしょそしたら、うん、その何割合っていうかさそんだけ巨大なさ国にいる人間の数よりもあえあの規模の ところにあれだけの人がいるって、うん、おかししいでしょ、うん、だから行きたくないんだよ。<laughs> そうだよね、まあ、よく、まあ、そ,ういうなんかそういう大人数を見,見たらよく日本が立ち上がってるなと思うよね、なんかこんなに密集してるのになんかで、体見てうもうスペースが多すぎもうひもう広すぎて分かんない、もう困る、逆に。 そう困っちゃうっていうのは、ああ、もう、そうだね。まあ、だか, <laughs> だからその差はなんかあるよね。うん、実際だって、その、まあ、トロントは結構大きいんだけどさ、うん、バンクーバーとかって本当に小さい町じゃない結構小さいですね。ね、うん、完全に大きい町と思われがちだけど、別にじゃん。普通に結構小さい感じだからあ普通の東京の区より 小さいかもしれないですね。そうそうそう。<laughs> だから、なんだろうね。そう、まあ、まあ、だから、キャラなの、ね。トロントポサが、トロントポサがあるんじゃないの,、うん、そのトロントとさ、東京、まあ、東京も一番大きい都市じゃない、日本で。トロントもカナダで一番大きい都市じゃない。うん、っていうので、なんかあるんじゃないその、慣れ親しんだ。 風景っていうか、その人がまさにいみたいな。まあまあまあ、ありますね。まあ、それなりの都会感は、不心感っていうか、あるんですけど、そうそう。まあ、似てるところも多いと思うんですけど、人口の人の数だけはちょっと、まあ、それはね。それはね。まあ、トロントも、まあ、中心地は結構ね、 密集してますから人。そうですね。スペースはほとんどないっていうか、ちょっと離れれば、まあ、大きい家とかなんかいろいろあるけど、うん、その中心部、街の中心部は結構もう全部密集してるし、まあ、地下鉄とかも大変なことになるしね。トロントはね。うん、うん、そうですね。あうん、そうですね。そのマイ電車、まあその電車のシステム自体があよくないから、それも原因かもしれないですけど、<laughs> するぐらい役に立たない時がありますからね。そうですね。もう、その TTC と呼ばれる電車のその会社、会社か。そう。うん。がみんなバカにしてる。だ、うん、ってなんかあの、非常用なさ、あの何か起きた時に押してくださいっていうボタンとか普通あるじゃない、うんうん、地下鉄とかにあ。ありますね。はい、はい。トロントのやつってラベルじゃんね。 うかこれ触ってくださいみたいな感じでなってるじゃん長い何かガムテープみたいな感じそうそう,そう <laughs> <laughs> みたいになってて<う>なんかあれ触りたくなるっていうかさ普通そういうボタンってさ、うん、すごい厳重な何かに入ってるじゃないこれを壊して。うん ここの最初のプラスチックをぶっ壊してボタンを押してくださいみたいな、うん、普通になんかテープみたいなのが貼ってあるから、うん、そうそうそう完全になんかそのテープの下の, <laughs>、ねね、の,の後ろに裏に何かの何針金かなんとかもう普通にそれだ,だと思うからめっちゃそう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 シンプルなシンプルすぎなそうですねで気づいた時にそのなんかたまたまその地下鉄乗ってる時に気づいたんですよなんか 何あの黄色い手ってと思って <laughs> ちょ触触、触っていいのかなと思うじゃん。<laughs> うんうん、外に出てるから思いっきり、なんかの箱とかに入ってなくて。<laughs> うんうん、そうですね。うん、で、よくよく見たら、それだから、あの緊急用のやつだからって。いや、これ触る人絶対いるだろうと思って。いやだ、だからその TTC がそんなに止まってる、そうっ,ってると思う,そう,そう,思うじゃん。そう思って、で、次の日とかなんかその次の週とかさ、朝とか地下鉄乗るじゃない、その時に緊急ボタンが押されましたんで、うん、ちょっと止まりますみたいなアナウンス入るじゃん。 そ,うそれはほんに日常茶飯のように怒ってるから、うん、ほぼなんかあの、まあ、トロントにその都市に住んでた時あったんですけど、うん、それは結構楽だったんですけどその実家にも一旦戻って、うん、あの普通に出社したら完全にその一番北の方その終点となるフィンチ駅からあの一番都市に行くっていうのを多分もう結構ほぼ、うん。<laughs> 1>, 1時間半ぐらいずっと電車でってとんでもないほぼ毎日か2日に1回ぐらい押されたんですよ。うん,うんうん。うん、まあ少なくともそのなんだろうねそう出社してるあの途中に怒らないと絶対に帰ってるときに怒るみたいな感じで、うん、絶対に1回ぐらいは怒,るな怒ったから。そう どういうなんか、急に止まるじゃん。うん。で、急に止まるし、なんか、時々、何土曜日と日曜日、止まる、止まるっていうか、走ってないじゃん、近下鉄もう完全に、もう臨時バスしかない。そう、クラックワークとか行ってさ。うん、そう。なんで今なんで、もう。で、それで、あの、うん、臨時のそのバスの方行くじゃん。めちゃめちゃ人いるからね。そう。 とんでもないびっくりするぐらい人乗ってるしって、うん、んかけわかんないし<う>みんなそうみんな完全に迷,迷いながらなんか一番早めい,一番早いバスに乗ろうとし,してるっていう、うん、そのな,なんだろう怖い怖いよなんかみんながそれをなんか駆け込んでる感じで、うん、だからうとと冬がね冬が結構ね、うん、本当に外で待ってないといけないじゃないバスをそうそううん もう嫌だ,だ。もう嫌だ。すごいなって、すごいなって思ってたね。うん、まあ、そんなでも私、そこまで地下鉄乗ってないから、その、<あ>そんな北に住んでなかったから。あ、うん運がいいね。運がいいね。<laughs> たまに乗ると、だからやっぱりそうよねって。そうね。うん、まあ、まあ、東京に来てね。多分一回も臨時バスに乗ったことないから、東京で。 す,すごいすごい楽なんですよ一回もこういう複雑な電車のシステムなのに一回もなんか問題がなかったっていうのがなんか遅れたらすみません、うん、10秒遅れてますとかっていう通知が来てあそうなんだぐらいそう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 、ね、全然違うね秒秒だからねそう秒でごめんなさいだからねそう逆にトロントで 20分ぐらい遅れて何にもない <laughs> 何にもない通知もなくて <laughs> そ<う> <laughs> 逆だねもう完全にない、うん、逆にあれだもんねなんか待っててくれてありがとうみたいな感じじゃ本当の感じそうそうもうわけわかんないよもうわかんないだからまあそこはまあ日本に来てよかったなーっていう <laughs> <laughs> あそこだけね、うん、あそこだけなんか本当にまあニューヨークでもそうなんだけどその地下鉄がちょっとね古いよねうんでもなんか日本も古いんだけどねでもちゃんとなんか、うん、なんだろう改善してる改修してるななんかんだろうなんかうんそうねあの、うん、その車体車体そんな古い車体のものってあんまないけど、うん、あのトロントとかあの緑色の線、うん、あブルワーのはははいはい、はい。うんあれ古いじゃんはい、はい それは入った瞬間に完全になんか、確かなんか40年前かなんとこだよね。相当古いよね、あれ。結構古い、うんそう。っていうのをね、なんか、それはだからトロントで感じましたね。なんかそれ以外のことはすごくこう、まあ別にバスも便利っちゃ便利なんですけど、いろんなとこ行ってくれるから。 まあ、電車ないから、まあ、バスがしかない感じですよね。そうね。あとあれ、うん、あのあ、ストリート、ストリートカー。ストリートカー、うん。あ、大好きなね。うん。それは、僕は好きだったんですよ。<laughs> ね、ストリートーあれ面白いですよね。うん。それ、なんか、あのース、スパダイナーストリート。 通りがあったんですけどそれが専用のその普通のストリートカーで普通の通りを通ってるからちょっと遅いんですけどスプダイナみたいなその真ん中にそのストリートカー専用の線があってあるねあるねめっちゃ速いそれ割とあれはねほんと便利だよねほんとだからあれはね便利ですよあの私だからトロントにいた時あれ乗ってポケモン号やってましたね あちょうどいいよね。かそうです、ね。わか, <laughs> かるわかる。それを僕もやりました。僕もやりました。冬,冬とかってさ、もうポケモンを捕まえるときに指がもう痛くてもできない。うん、ボールを投げることができない。痛くて。手袋するって反応しないしうんで、ずっと持ってると手も痛くなってくるし、寒すぎて。顔も痛くなってくるじゃない 完全もう痛い。全部痛い。全部痛いから、露出してる部分。全部痛いから、なんかなんかないかなって思ってたら、これ乗ればよくないと思って、乗るじゃん。で、最後まで行くじゃん。戻るじゃん。最後まで、もうずっと乗ってるからね。降りない。もう多いから、イベントの時はずっと乗ってるからね。最高。 そうだね、多分そうやってる人相当いたと思うんですよ。ドアからちょっと離れてさ、その冷たい空気にあんまり触れないところに座ってさ、最初ね。で、降りるじゃん。いろんな人がいいとこに座ってる人、降りるじゃん。降りたらもうそこ座ってさ、やってんのよ、あれね、ああ、懐かしいな。そうだね。まあ。 今聞いてる人は全然分かんない。完全に完全にトロントだからトロントいいところだと思う。うん。すごくいいところだと思う。いいと思いますよ。なんか。あんま人が人のことを気にしないから。そう。完全に無視されるよね。うん。ら別に普通だから、その。 別に何人がいても別にそのリアクションが大きくないしそうそうそうそこはすごいあのまあそれに慣れたからこっちに来てすごい違うような感じになったんですけど多分戻ったらそのそ<う>逆そのリバースカルチャーショックになると思うんですよね。だからそうじゃん <laughs> その背が高い背が低いとかも別に何にもないしその信頼できる特徴も別に何もないし。 どんな格好をしてようが別に誰も何も言わないし見ないし別にそうだねそう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 ,そう,そう,そうだからそれはすごくいいと思うすご,すごい素敵だと思うんですけどそう、うん、カナダねだからあのぜひどうぞでもアレックスさん広告なので <laughs> 皆さんもしカナダに興味があったら <laughs> あぜひカナダにね私はモントリオールをおすすめするんですがいや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 モントリオールはちょっと 旅ぐらいはちょっと旅行でいいと思うんですよ。全然、それだけだけどね。えー、まあ、フランス語できたらまあいいんですけどね、ね全然。そうね。そうね。電車で行ったんですよ、私。トロントからモントリオールまであ。あ、僕もそういう、そうつかそのな何でしたっけ名前、えー。その電車。モントリオールまで行く電車って、ね、名前やったんだ。あの、ガチの電車。 ガチの電車、ちゃんとガチの電車、ちゃんと5時間で来るやつ。すごいごついすっごいごつい電車でさそれが。うーん。Via Rail か。Via だけ。そう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 。それ乗って行ったんですけど、モントリオールすごいなんか。え、冬に行ったんですかうん、そう、真冬に行ったね。モントリオール冬最悪。多分トロントよりやばいから。そうだね。あの、12月。 クリスマス終わってから直後終わって直後ぐらいに行ったんですよだからまだまだ最悪ですよ私いやそれはなんか冬が違うよなんか多分トロントで雪がまあ普通寒いけど、うん、雪がとんでもない、うん、降ってる感じなんですけどモントリオールでそこまで降ってなくてただ いいるだけでいたいもうその寒さがもうあのう刺さるんですよ。うん、あのー、行くじゃん。まずケベックシティに行くじゃない。うんうん、で、普通にその歩き回るでしょ。うん、そしたら、その一応ダウンジャケットみたいなの着てるんだけど、その表面にさ、うん、水蒸気みたいなのが多分あるんだろうね、普通に。水蒸気凍ってるからね、それが、もうすでに。 歩いてるだけで、多分汗がさ <laughs> あ、まあ、そうだ、ねうん、ダウンジャケットが出たやつが、それは凍ってんだよ。うん、もう。凍ってる。まあ、それは普通、ね。異常じゃんと思って、この寒さ異常じゃんと思って。<laughs> うん、手とか痛いし。うん、やばっと思って。うん、で、ただ、その冬にケベックシーとかに行くとさ。あのー、何なんだっけ氷か雪かなんかの上で。メープルシロップなんか固めて。やるやつにってなるじゃん。 やったことないけど、ま、ま、あるね。一瞬で凍るじゃんね。うん、それを、なんか、見たいと思って。うん。うん。まあ、それで行ったっていうのもあるんだけど、まあ、それだけのために、あんな過酷な環境に身を置いたのかって言ったら、ま、そうなんですけど。うん、<laughs> それ、よかったですよ、モントリオールも。うん。僕はすごく好きなんですよ。すごい、綺麗な街で。あ、う、の、んうん、まあ、その寒さ以外に、 すごい好きなんで、まあ、何回も多分もう、まあ、4、5、6回ぐらいは行った気がするんですけど、そうね。結構行ったんですので、そうです。いや、もうだからね、うん、そう、あの、まあ、コロナ後にね、コロナ後に、うん、あの、どこに行こうかなっていうふうに思ってる人はね、うん、もうカナダいいところですよ。まあ、夏のトロントはおすすめしないですけど、私は。そうですね、夏も意外と暑いから、からもう多分、うん うん、日本に匹敵する暑さだと思うんですよ、うん。蒸し暑さがね、ちょっと半端じゃないから。それはだから好みの問題ですけどね、その夏が好きっていう人はまあどうぞって感じなんですけど、暑いのが苦手な人は、まあ、秋か冬か、まあ、春か、まあ、夏を避けていくといいのかなと思いますけどね。うん 真冬だからちょっとあれなんですけど全然そのそうねーコートとかまあ一応あるんですけど体の冬に使えるようなコートじゃないからちょっとグースじゃないのグースじゃないのグースはースっ持ったことないですねグースって結構冬にあんまりそ,そんなになんか暑いやつを着ないですね僕はあそうなの そう多分苦し苦しむ派ですね。あ、うん、<laughs> あ、そうで。割と薄着ってことですか、じゃあ。うん、まあ、あの、まあ、すごい薄いっていう。T シャツ、いやいやいや、それは死ぬから、<laughs> 死ぬかそれは完全に、もう <laughs>、それも投資、投資だから、それが <laughs>、うん。だけど、まあ、薄 T シャツはぐらいじゃないけど、まあ、セーターとコートぐらい。 普通の薄くないけど、まあ,あの、厚くもないコートで。<ー>まあ、トロントだ,だ,だしね、なんか多分、高校の時に結構分厚いコート聞いたんですけど、聞,聞いてたんですけど、うん、それ、郊外だから、多分、あんまり、うん、何あの、その、常設機もあんまり走ってないっていうのもあるし、まあ。 建物あんまりないから、でもトロントだったらそこまで、うんまあ、気にしなくても、うん、いい気がするす、ね。まあね、だからめっちゃめっちゃ雪が降るときがさあるじゃない。<laughs> あのなんかブリザード注意報みたいな。あるね、うんあの。学校が休みになるやつ。そう、でもそれは面白いのが、なんか学校はやあんまり休まないよね、逆に。うん 私働いてるときなんか2回ぐらいかななんか夜の夜の学校があったんですようんでそれがなんか2回ぐらいその雪の日に休みになったりはしましたねなんか大雪警報みたいなの出てるからんなんかそれあかんですってなって<ー>いやあかんのと思うじゃんあかんの、うん、と思ってその見たらさすんごい雪降ってんのあやばーと思って僕が高校の時に あのまあ、4年間だよね。普通は。うん、4年間高校にいて、うん 1> えー、1回だけ、その4年間の中で1回だけは、えー、あの学校はもうきあの中止になったんですよ。で、その日、もう行ったんですよ、僕が <laughs>。そうなの,の行ったんですよ。知らなくていや、知ってたんですけど、 両親が結構厳しい休校休校,いい休校じゃない行きなさいっていうそう<ー>もう学校があるから平日だったら行く行かないといけないっていう状態だったからマイナス45ぐらいの寒さに、うん、あの除雪機も走ってない完全に多分もう。 またまで行ってるような、すごい、あの、ええ、やばいやば。やばかった。で、なんか、出た瞬間にもう、うん、涙が出たんですよ。冷めすぎて。で、その瞬間そのつ、その次の瞬間にその涙が凝ったんですよ。<ー> <laughs> 涙実体が。その、凝った顔でつ、もう、たどり着いて、学校にたどり着いて、 僕ともう一人しか、うん、僕と一人と、<laughs> あのー、で、先生たちの半分ぐらい、先生軍の半,半分ぐらいいて、<laughs> どうしようってって、っもう完全に <laughs> ん、<laughs> そうそう、行って、で、完全に多分、もう、何もしなかったんですよね、うん、学校で。そのクラスの中で、多分、ドラマとかのクラスあったからかけど、それも普通にゲームとかをやったりして、うんうん、何も、 なかったんですよね。できるわけないよねだってそんな人いないのに。完全にうんそう <laughs> そうで全然もう、なん <laughs> でいいのなんかすごいそうなんで来たのって感じですよね。えそれじゃね歩いて行ったんですかそこまで。そうそうそう歩きで普通、えー、そうそうそう普段は十六分の歩きだったんですけどその時は多分三十分ぐらいかかった、うん、多分ほぼ死んだぐらい <laughs> 多分。<laughs> <laughs> それはもうその日はもう一生忘れないですね,ねうんなあだから心折れるよねあれ完全にそうまあなんか<れ>あんなに体力いるんだって思いましたもんあの雪の中歩くのって、ね、前見えないしそもそもそ<う>全然前見えないしう、うんうん、で体痛いし何か うん、もう, <laughs> もうなんゴーモンさんにさ、ズボズボズズボボさ、足が埋まって歩きづらいし、ちょっとどけてあるところもあるんだよ、<う>道によっては。うん、うん、でもまだどけてないところもあったりする、し、それ以上に降ってくるじゃん、じゃん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 じゃ、うんそう。でもなんかそのそういう雪、いな、そういうい雪が積もると、普通の歩き 歩き方もできないからちゃんとなんか膝を胸まで上がって次の一歩を通る感じだからめちゃくちゃ運動、ね、もうそ,れそれに、うん、あのめちゃくちゃ熱い分厚いコートとかを全部聞いてき、うんうん、てあの完全運動だよねそれそ<う>すごいトレーニングですねそうもうあれがあった時にもうほにさあの 大変だよねっって思った、まあ、確かに綺麗なんだけどねその瞬間はすごく息打ってて。真っ白だよそうなんか逆にそういうすごいマイナス40でも、ままあ、そういうような、あのー、状況に置かれてたまにももう疲れすぎてもう立,ちた立ったんですよもう立ててその周り見てもう何も動か,動かないでこれでなんかちょっと休憩になって周りの。 なんかその,吹雪の状況を見ながら、うん、なめ眺めながらなんか落ち着くんですよ。<laughs> まあ、死にそうであっても。あれよね <laughs> なんかその, <laughs> その本当にさそういうなんか極限に寒い状態に自分が置かれるじゃん。したらさ「うん、あやばいなこれ」って思うもんねなんか「これちょっとさずっとちょっと外にいたらやばいやつやん」って。だからそんなさ雪 とか吹雪状態で外に出たら、うん、やばこれと思ってなんか普通に家入れなかったらこれあかんなと思うそうバス待ってるだけでもきついもバス,バスはたまに来ないからねそもそも <laughs> そう雪がなくても来ないからい雪がなくても来ないから<う>雪があったらもう広いから<う>余計に <laughs> で、バス来ないし何か 止まってくれない時もあって、バス、もう人が乗りすぎちゃって、そのバスに。もう乗れない、乗れないみたいな。次、次、次、最悪だ。次いつだよみたいな。次いつだよみたいな。そう。で、それで、まあ、実際乗れたとしても、さ、すごい嫌な顔されるし。乗ってくんなやみたいな。思ってくんのみたいな。行きたいところがあるから。だよそう、そういう。状況、はまあ。 なんかすごい懐かしい <laughs> 全部懐かしいなそうそういう,うみんなまあみんな同じ境遇だからたまになんか入ってきてもうもう汗だくで入ってきてはあはーってなんかあのあーあ、ね、好きながらみんながなんかわかるよっていうなんか目で見られてなんかそういうなんだろうね一生感が <laughs> あるけどたまに <laughs> そう だからまあ、東京ではそんなないからねそんな状況はないからね完全にないね。うん、だ言ってもだから、うん、マイナスちょいみたいな。ちょいマイナスみたいな。感じだから <laughs> そう、僕が言、ね、うと、マイナス20とか,さ20とか30とかさ、そう、意味不明な意味不明な数値にはならないから。ダウンジャケットの表面、コールとかおかしいでしょ。おかしいでしょ。うもう、完全に。 北極みたいな感じですよね。そう。うん、だからなんか日本で来たらなんか結構もうすごい暑いぐらいのダウンジャケットとか着てても向こうだと何の役目もたないもんね。そうだね。もう使う使えないからね完全に。<laughs> うん 使う日がこう、まあ、その、北海道とかに行ったら多分使えるかもしれないけど、それ以外に、まあ、東京だったらもう絶対に使わないと思う。いや、もう東京だったら T シャツで有利でしょ、アレックスさん。T シャツで有利でしょ。いやさすがに、ね、東京の冬ぐらいだったら。まあ、多分、多分東京の冬,冬で、まあ、T シャツでなんとなくできる、なんとなくなんか、どうにか生きれると思うんですよ。うん、多分、多分、多分死なない。 <laughs> <laughs> まあだからそっちも経験しつつだからね実際まあ去年もしてるかうんそう,うそうです去年は最高だったよ<冬>ちょうどなんか僕が持ってきた薄いコートをき着てもう,、うん、もうジーンズもうロンその長いズボンを着てそれが一番僕が好きな格好だから もうそ,れそうね、だからまあ今年はだから戻,戻るわけだからね、しばらく、うんうん、しばらく2週間ぐらいでね。でね3週間ぐらいですね。3週間ぐらい。うん、そう。いやもうじゃビーバーテールですよ。ビーバーテールを。<laughs> やめてください。あ、大好きな。あビーバーテールはいいな。<laughs> ビーバーテールを。極 <laughs> 普通の。 デザートなんですけど、いいね、うん、ビ、うん、ーバーテールを、ただの平らなドーナツみたいな、うそうね、まあビ、うん、ーバーテールを持って、まあティムホートンに入って怒られるって、いう。<laughs> それ持ってこないでください。<laughs> そしてここで食べない、ここで食べないからね、外で食べる。<laughs> 怒られるっていう、ね、そうだね、そうだね。うん。うん ああまあ久しぶりのティム・ホートンになりますからね、実際れば、ジュニア行く毎日行く,毎日く絶対に <laughs> 毎日行くから、ちゃんと。<laughs> え、もう豆,豆を買って持ってくればいいじゃん。あのそうしよう。あの袋、袋あるじゃん。るあの、サラメスみたいなやつあるじゃん。あれ、ティム・ホートンのあ。そうする。もう決まった。天才じゃん。天才。あちょっと味違う,ちょっと違うけどね、その店で。 作るのととちょっと違うけど違うかもしれないけど、まあ、懐かしさで埋め合わせるから大丈夫です。そう,そう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 。うんうん、そうそう。うまあ、ティーム・ホートンね、まあ、好きな人は好きですから、もう最初から最後はずっとカナダの話ばっかしてますけど、どうなんですか、これは。そうだよ、ね。カナダの、カナダトークになっちゃったね。<laughs> うん、まあ、カナダ、うん、住みやすいですよ、だから本当に。 あのまあそれだけだけどね <laughs> なんか旅行とかしてもあんまりやることない気がするんですよ。そう一日で済ませるやつだから。都市だからね、まあ、トロントに、ね、だからそのもっとさ自然系のことをするんだって、うん、山とか湖とか、うん、あのそっち系に。 興味がある人であれば、うん、もうねアルバータとかありますからそうだよねまあバンクーバーでもの方がいいと思うまあアルバータはいい,いと思うしでもバンクーバーってなんか都市とちょっとハイキングとか、ねうん、そういうなんか山とかを経験したいんだったらそれがいいと思うんですけど、うん、トロントってもう完全に山もないし湖も汚いしそこまで自然っていうよりも <laughs> あのいいご飯なね。えー、まあナイトライフが好きなんですよ僕が。住みやすさだよね本当に。完全にそのもう落ち着いていいカフェに行ったりして <laughs> いいご飯食べてあの<う>キンジントマーケットを巡ってなんか面白い。 グズ、ね、とかヴィンテージやーとか行ったりとか、うん、そうねそうねでもどうするんですか ?12 月戻ってもそ,そこら辺やるんですかケンジントン絶対に行きます大好きま、うん、あそうそうそこら辺に2年ぐらい住んでたし結構愛着のある地域なんですよ、えーうん、もう完全にそのそのその,その中じゃなくてその、うん の端っこみたいな感じで、うん、そう、完全にまあ、してるそのスパダイナーとえ何、ーうん、でしたっけスパダイナーとセントジョージのその、うん、トロント大学のそのあの角に住んでたんですよ<ー>うん。でそれがもう中華街とケンジントンマーケットとトロント大学の真ん中<ー>その サイ最高じゃん。最高だったから。そう。超危ないけど、最高だった。まあ、少ねうね。まあ、変な人は、バカヤガオトまあ、まあね。まあ、それはだから、そうね。どこの大都市でも大体その感じだからね。東京以外にいますから。東京東京うんか東京一部東京にいますから。東京にいまいるら。東いるいる まあいるけど、そこまでなんか毎日遭遇することはない。それはない。それはない、ね。<laughs> 本当にもうめちゃめちゃあの運がない人はもうしょうがないけど。うん、そう。うん、そうね。だからまあ。まあ、いいいやあまあ、もちろんだからそのいいらティムポートン、ケンジントンマーケット、まあ、カナディアンタイヤも忘れないようにね。いそれは行く理もない。行くもない。<laughs> タイヤも欲しくないし。普通の家具、もう何。 いらないよ、ってカナディアンタイヤ。恋しくはない。<laughs> いやもう私、カナディアンタイヤの目の前に住んでたので。あ全然いらないやつですね。全然だから、もう眠れないですよ。ずっと電気ついてるから。<laughs> 確かに、そのロゴ自体がでっかいしね。ううん、そう。うん、そう。確かに。 カナディアンタイヤタイとか、うん、そうねまあだからそういう感じですねカナダに戻る、まあ、12月の終わりでしょ戻るのってそうそうそう,そう、まあ、12月の中旬戻りますプレゼントとか持って帰るんですか そう、それを今、あの収集中 <laughs>。家族とか友達に。そうそうそう、そういうお土産。あのそのけそのバンクーバー経由で友達に行ってるから、バンクーバーの友達とも会ってるんですよ。バンクーバー、ま、に行くんだそうそう。そういう行き方しかないから。ああ<ー>、バンクー通んないから。<laughs> そうチョコビンないからバンクーバーに先に行かないといけないけどそのーバンクーバーでのなんて言うんでしたっけ、うん、レイオーバー, <laughs> レイオー。レイオーバーって言うの <laughs> わかんない。まあ、その、あのー、次のトロントへの飛行機までの時間 <laughs>、うん、<laughs> がまあ、いろいろそういう選択肢があってで僕は一番長いやつを選んだんですよ。多分。うん 多分1日間ぐらいの結構長,や長いやつ<ー>で、あのー、そ何何その朝に来てその友達の家に泊まって、うん、その次の朝行く感じになるからそれにもなんかいろいろ友達へのお土産を買わない,あ買わないといいですそう、ね、な。もう,もう,もう全然いらないやつをあげたいですね。 もう、もう、もう、焼きに立たないやつ、もう。鍋、鍋とかじゃん、鍋。<laughs> 鍋は、<laughs> 鍋はやべそれ持ってく、それなんかそれな、<laughs> そんな,な,な,な、な、重すぎても、う、それ <laughs>、荷物<し>、それにしか前ない <laughs> か橋。かっぱ橋のさ <laughs>、<laughs> かっぱ橋の、あの、道具、道具、道具の店でさ、 鍋とか,そのなんかお玉とかさ、<laughs> 本当に、あの、料理する人以外、全くあの使い道がないようなもの。とん,とんでもない重さですね <laughs>。うん、そうね。な,なるべく軽い,軽いやつを選んで、そうですね。まあ、いや、もうだから、重さ気にするんだったら、あの何、何その、キットカットとかでいいんじゃないですかあ、それはありね。それはあり。 でもなんか、確かになんか、普通の木とかじゃなくて、わけわかんない木とかと。そうだね。まあ多分そういう、なんだろう。あの、あな,なんだろうあ期間。期間限定のなんか、百味のやつあるかもしれない。うん、なんかそういう、わけわかんないん。でも、あるじゃん。うん。トロントだったら。あるね。うん、バンクーバーも多分あると思うけど、普通にさ、別に。 なんか、これ日本のキットカットみたいなこと言ってもさ、はみたいな。さみたいな。何って、ロトで普通になんか日本酒味とかも食べれたし。ある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 。あったから、なんか、それも、難しいな。たぶん、物、物にしたいな。なんか、食えないもの。ただのもの。なんか、何かのかわいい、ちっちゃい、なんか、大きいものみたいな。 あれよ、あの、アレクさん、カッパ橋行くといいですよ。カッパ橋にある食品サンプル。レストランとかに行くとさ、ガラスのケースに入ったさ、ラーメンとかカツ丼とか、偽物のやつあるじゃない。あるね。干物のカツ丼とか、あれのちっちゃいバージョンがあるんですよ。えええぇ、あるのある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 。カッパ橋だっけカッパ橋、カッパ橋っていうところがあって、その一面。 で、そこに行くと、まあそういうものがあるはず。<laughs> まあ、かっぱ押しじゃなくてもあると思うけどね。へー。じゃあ、私行ったことがないので。おなるほどあ、うんあ。あったあった。あ、結構そう。だから、そこで食品サンプルを買って、<laughs> 例えば、なんかうどんとかさ。<laughs> 箸がこう止まってう,うどんとかさ。そういうのあるから。<laughs> 全然使えないな。最高。うん めちゃめちゃ使い道も大き物置きだけど、すんごいリアルな置き <laughs> なんかリアルすぎだよね、<laughs> それ。そうそう、トンカツテーとかさ、<laughs> すんごいリアルなやつを持って帰ったら、まあ、それは面白いかなって。それはトロントにないからさすがに。さすがにね、それいいね。うん、じゃあ、ちょっと、週末に行こうかなだからそれ。今買わなくてもいいけどね、それは。別に <laughs> まあまあまあなんかいいものがな,な,なければみたいな最後の手段で行ってみたいなそうそうだから楽しいらしいですよ結構その観光客に人気のあるスポットらしいのでまあ友達と一緒に行ったらなんか面白そうですねなんかそうね面白いやつをお互いに紹介したりとか <laughs> <い>そうね、うん、だからもう本ん 何でもあるけど,何でもあるけどトロントにも何でもあるからね。まあ、トロントの,そのケンジントンマーケットにあるブルーバナナに行ったら何でもあるから。知らない。えんか僕がトロントに行った人、ワーホリのなんか日本人、うん、みんな知ってるよ。うん、ブルーバナナって。行かないもんって私そうっうのブルーバナナって。ちょっと聞いてね。ブルーバナナ。えー はその何結構珍しいあのギフト用の商品しか持,た持ってない店なんですよ。ほうほうなんか多分なんか何かのプレゼントしたい時にそれいたら絶対なんかあるっていう,うもう万能の <laughs> 店で、うん、めちゃもう多分そこにいるだけでいそ,そこに行ったらもう余裕二時間潰せるような。 ああ、そういうことね。<の>なんか、お土産とか、そういう、い<や>だから、そういう、なんか、謎、謎、謎っていうかさ、そういう,う、ね、結構謎。そうそうそう。で、なんか、あの日本にもあるじゃん。ビレッジバンガードみたいなもんでしょ。行ったことないけど、ビレッジバンガードって。行、うん、ってないの行ってない行きなよ。うん、<laughs> いいのあの、お土産とかに。<laughs> なんか、ドンキホーテみたいな感じだけど、ドンキホーテよりちょっと、<あ>ちょっと違う。なんかちょっと違う。ドンキホーテではない。 東急ハンズに近いい,、ね、いや、それのなんか、ドンキホーテだと東急ハンズをちょっとなんか足して、二で割って、うん、なんか加えたみたいな <laughs> じゃあ。結構優れてるね。結構優れてる、ね。そうね、なんか、へ<ー>あそこでもだから結構時間が経つのが早いと思う、あそこに行くと。<あ>服とか売ってるしね,いいね。あ、そう。うん。えー、それはちょうどいいか。なんか、あの多分妹とかに、 それうね。服<安く>。<laughs> だから。へ<ー>まあ、多分いくつか東京だったらあると思うから、そこに行ってみると、意外となんかそういうものが見つかったりするのかな。うんうんうん、なるほど。まあ、あとは友達次第だけど、ポケモンセンターはないからさ、あなには。そうだね。それもある。まあ、そこまでポケモンが好きな人はあんまないないな。まあ。 だからポケモンセンターとかさ、うん、その、ニンテンドーのストアみたいなのあるんじゃないそっち系、そのなんかあるじゃん。うん、あの、秋葉原とか行ったらさ、多分そういう店あるんじゃないのはいはいはい。うん、確,確かに。秋葉原もいいね。うん、そう。まあ、まだ何 ?1 ヶ月半ぐらいは残ってるから。 んねうん、まあ、だか最悪、最悪、だから、鍋ですよ、最悪、鍋です。鍋は。まあ、お母さんにはい、多分、大丈夫。お母さんぐらいは、大丈夫かもしれない。鍋。本気で役に立たないもの。いや。お母さんだったら、もう、役に立つんじゃない。その巨大なやつ。すごい巨大なやつ。あ、そう、なんか、なんか、業務用、業務用。 業務用の鍋、<laughs> 業務用の鍋をのいや、でも、ね、結構、んとかしてかなカナダに。うちの家族はね、結構ふる、振る舞ったりとかはするんですよ。ルーマニア人のカナダの、えー、コミュニティにね。だから、たぶん使えるかもしれない。<laughs> 知らんけど。<laughs> いいね。それは最後の手段ね。そうね。うん、まあ。 そうね、だから今日だから最初から最後までカナダの話しかしてないですね。すいません、すみません。まあ最終的にちょっと東京の話なんだけどね。まあ,ねまあもうそれぐらいまあ興奮してきたってことだよね、もういろいろその翻訳コンクールとか終わって、うん、う11月になりましたって話で、もう来月、そうそうそう,そう、来月、その、<laughs> カナダちょっと帰りますっていう話だからまあちょっと興奮してるんだろうねそうですねそうですねだからちょっと久しぶりに家族に会えるっていう,うい、うん、そうですねこういう場をあの使って発散、うん、こういう気持ちを発散できるのは嬉しいですありがとうございますそうもうだから <laughs> いやもう本当にだから今この私で話してることって本当にカナダのすっごいすっごいそのごく一部のこと だから、ね、ものすごく大きい国ですからね、まああのー、機会があったら、ね、ぜひ行ってほしい国ではあるので、うん、カナダ。ぜひぜひぜひ。行く場所も<ひ>考えて多いけどね。大きい国。うでまあ、大きいから、ね、そ,そう、なんか体の、ま、なんかちょっと、ま、巡りみたいなできないからね。体 <laughs>、うんうん、の東の。 西ぐらいのなんかそうか、うん、いやほんとに本気の人は北に行くといいですよえ本気の人はカナダの北に行くといいですよ北はいエいやりいダメ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 ゆゆユコンとかユコン,ユコンとかにいやでも <laughs> 僕もやってないないやでもでも行ったらね多分楽しいと思うんですよ多分楽しいと思うよその、うん、そういうのが好きな人は本当に楽しいと思う まあでも英語分からなかったら無理だと思うけどね。それはね、うん、それはね。うううんうん、うんそれはもう、もうそれはもうしょうが,しょしょうがないというか、もうそこはもう、イメージ通りの体ではないからいか、うん。まあ多分、そう、まあそうだよね、うん。でもなんか、いるかななんか、日本人がカナダに留学しよう、ワーホルしようと思って、床に行っちゃった 人いるかないないでしょ。いないでしょ。それはさすがにいないでしょ。<laughs> いるかなああそれだったら困ります、ね、だから,ってだからあのイエローナイフとかさ。それはできそうじゃないなんか、なんとなく生活を。ツアーガイドみたいな、な日本人向けのツアーガイドみたいなのいるかもしれないけど、その普,通のなんか普通の街に普通にティム・ホートンで働いている日本人みたいにいないでしょ。そうだね。絶対に白人しかいないと思う。うん <laughs> <laughs> まあトロントもちょっと外出ればそうだからねまあそうだねちょほんの少し出ればねほんの少し、うん、そんなに <laughs> 遠く行かなくても確かに、うん、そトロントだけっていうかトロント周辺だけだ,けだからねそっからちょっと出ちゃえば別にそうねトロントとバンクーバーし都市の都心しか

なので、ね、まあ自分的にも一番多いしそ,、ね、まあそれはカナダだと思うんですけど、まあ、広さっていうと <laughs>、それはちょっと違う話になりますね。<laughs> そのどのぐらい、ねはい、分散してるかっていう。<laughs> まあ、いやだからね、本当カナダにはね、また行きたいです、私は。僕もです。いや、あなたは行くでしょ。<laughs> もうだまだ行ってないから。 ぜひ、あの、生きたら、ぜひ、大歓迎なんで、うちの。そうね、まあだから、ね、ルーマニア料理を食べにね、アレックサの家にちょっと押しかけて、ぜひ。見つけられたらね、そのアレックサの家をね、あの、見つけられた。見つけられたら、ぜひ、ぜひどうぞ、ルーマニア料理が待っている。ということでね。そうですね、そうですね。うん。ぜひぜひ。なので、まあだから、よかったですね、じゃあ10月は。 なかなかいい1ヶ月を過ごしたということでそうですねまあこの次の1ヶ月どうなるかわからないですけど、うん、まあ一応このままでね頑張りましょうまあねそのままそのままあと1ヶ月半、まあ、日本の冬を生き延びてください、うん、頑張りますどうにか寒いですからすごく寒いすごく寒いですから そうですねそ。そろそろセーターを使わないとな。<laughs> 確かに、ズボンをはかないとな。そろそろ。履い、てなかったの今まで。<laughs> いやも、パンツしかいらないから。ら <laughs> <う>変態じゃん。や <laughs> <laughs>、yeah, yeah. yeah.、や、や、パンツ、パンツ、パンツ。 変態じゃんだから。いや、なんか、イントネーションが違うよ。なんか、普通のその,下の,ンその、そのイントネ、そのイントネーションだから変態だよ。それわかんない。僕はわかんない。わかんない。その、正しい変態じゃないイントネーションで、ちょっと。パンツね。パンツ,パンツ。パンツ。パンツじゃなくて、パンツ。<laughs> パンツ。うん、そう。うん、まあ、じゃあ。 ずぼん、ずぼん、ハイデガサズ、ズボ,ンズボン履いてくださいじゃズ、ズぼンはできるだけ、あのー、まあ、履くようにします。うん、それだけねあのー、なをつけ、てね、まあ、なるべくまあ変態変態にはならないように、あの、あこの一か月半ね。まあ、いろ,いろ難しいと思いますが、頑張りますまあげまして、ま、ていってまた来週、来週来う、会う、ん、だけど、普通に。ズボンまた。 今ズボン履いてるかどうか分かんないか今ズボン履いてるかどうか分かんないしチェックもしないしそれはあの別に毎回毎回さこのポッドキャストの時に確認しないじゃんしたことないでしょ今ズボン履いてますかってそうですねそうですねありがたいですだから来週別に履いてようが履いていまいが別に関係ないんですけど外出るときはね外出るときは寒いので もうそろそろズボン履いてくださいっていう話です。<laughs> まあ、朝1か月半日本なので、であと1か月半日本なので、はい、まあ、今月、今月だから特にないんでしょ、その翻訳コンクールみたいなのは。ないです。ないです。だから、うんうん、また、読書かなんとか、か、なもないかもしれないので。そうね、うねはい、まあ、また、自由にね、11月を過ごして。うんはい もらえたらなと思ってます。